はい、ではかなの奥の細道ですね。漢字が並ぶ場合に代償と墨の、潤滑ですね、少し墨をつけた状態、小さく書いて少し大きくする。はい、少し意識は縦長に書いて次の文字を少し横長にしようとかね、真四角の字を並べていくと縦の流れがあまり良くないので代償をつける感じですね。締めてくる感じで、墨を足した字は気持ち小さく書かれた方が全体のバランスは良くなるかと思います。少しひらがなをねアレンジして小さくして漢字を少し大きくする感じですね。でひらがなを小さくしていって、縦が半人法なんかは右を上げる感じですね。こんな感じで書くようにしてみてください。はい、続いて段課題ですね。書き出し墨たっぷり、この1行目は墨たっぷり、花の色はですね、墨たっぷりつけて書いてもらって、で2行目が、活筆見せるって感じですね。1行目と対比させていくって感じなんですけど、写りはこれなしっていう字ですね。写り2です、 Y みたいな形で書くんですけど、左側のスペースを開けていくっていうのがこれパターンですね。少し右に逃がしていきます。そしてけり、この右にね、少し右に1行目に絡んでいく感じで書くようにしてみてください。他の行もそうですね。右下に落としていって左側をスペース作って、次の行と絡めていくっていうのが大体パターンになりますので、こういう行の絡みですね、意識して書くようにしてみてください。はい、こちら利休百選の利休百首ですねを書いて、真ん中の行を書きましょうかね。よくも知れ、よくも知れ、これなんかよくも知れ、一息で少し指を伸ばした状態からね、伸ばした状態から人差し指キュッと曲げてきて、全体流れよく、で墨をつけて潤筆と活筆の変化を出すっていう形ですね。少し圧加えた部分とかスピードを速くしたりゆっくりしたりで変化をつけて書くようにしてみてください。